그래서 와 카샤브 뭐 카샤브랑 참을 타고 오네. 근데 소문님이라네 이사이고노 쇼소 쇼도가 소도가 그리고 노리스 치킨 시대네 뭐 東照学も常時滝と東照学って前で言ってるの一切一切は等しい。そりゃそうだ。一切は私の生命体験の中にあるから、そういう意味じゃ等しい。 そして、その実物だから、小。小っていうのはね、一、持ってとどまる。一、一体でとどまる。で、的中してること。だから、すべてが私の生命の体験の実物として、それに的中して、食べている。これを。 如実知見してっていうのは、これは結局、もう、実物通り、知見する。それが無知見。これがまた般若でもある。金剛経に如来的に知見って書いた言葉出てくるね。如来っていうのは、ことごとく知り、ことごとく見える。その意味の知見。 それでね、結局の話、仏の知見というのは東照学、あるいは平等大です。全て等しく見ている。 天の教訓にはね、いわゆる大神とは、その心を大戦にして、こう、大きな山に。それから、その心を大海にして、変することなきの信頼を語らないってこと。だよね。だから、例えば、 今我々は人に出会う場合ね、でも、これは金持ちそうだ、うまく言ったら金くれそうだって言うんで、それでへこへこするっていうの。あるいは、これは貧乏人相でいくら大事にしても金はくれそうもないって言うんで、あげづらするけど、そういうようなのはね、あれじゃないでしょ。平等大事じゃない。 同じく、統摂権っていう言葉あるけど、等しく接する。等しく誰とでも同じように接する。美人だからチヤホヤする。ヘチャだから鼻も引っ掛ける。そんなんじゃダメだ。美人でも、ヘチャでも同じく、まっさらな生命の実物として出会う。それが、 出会うところ我が生命。それが平等大事。で、そういうね、みんなだから私たち、出会うところ我が生命の分身なんだ。そういうつもりで、それがしかも、だから大事にするつもりで生きてるってことね。じゃあどこまで大事にしたらいいのか、どこまでね、 構わないのか、そんなことをそういう合格不合格じゃない。あれはね、事故の誰でも彼でも事故は事故の生命生きてるの、これ間違いないんだ。これが間違いないってことをね、よく知らない。で、それをどこまでも深くその掘り下げていこうっていうだけだ。 で、合格不合格の話よ。全くこれ、その、それこそ、金持ちだからチヤホヤする、その貧乏人だから鼻も引っ掛けない、
あるいは自分には相手役をやするあの人は相手にしないってそういうようなことをやってたって事実自分の生命の実物を生きてるそういう人でもいるかとそこのところをねだから不合格の人は誰もいないんですみんな生命の実物生きてるんだっていうことはもうこれ一番大切なんだ本当は。 それ俺はダメなんで一生懸命修行してなんとか悟り開いて合格しようってそうじゃないんだ仏教の話は誰でも彼でも生命の実物を生きてるのは間違いないってお釈迦さんと同じ生命の実物を生きてるだいちお釈迦さん、これ割と第一入場と同時成仏でしょで三千僧も子供の時みんな成仏するんだからもう 我々お釈迦さんにちゃんと悟られて会うんだからこれ間違いないで私はダメですってそういうことを言うのその仏を罵る罪なんだ自分というものをねそういうふうに卑下したつもりでいるけれど卑下じゃない仏を罵してるんだそういう人誰でも彼でも間違いなく 仏と同じだから生命の実物は生きてんだってここにはっきり座ることなきゃダメだそれならばこそこの生命の実物をいかに深めていくかそれを狙ってるってことねこの前あれしたんですこの前どうするこの前申し上げた時には1歳分の1歳 1歳分の1の自分は1歳分の1歳っていうのを狙って生きてるっていう話したでしょ羅針盤みたいに私はいつもは1歳分の1の私生きてるしかしながら1歳分の1歳っていう生命の実物をいつも狙ってる羅針盤みたいにそういうのをこれ菩薩っていうの それが修行無限誓願道っていう煩悩無尽誓願願苦痛の無尽誓願状っていうこういうその方向があるそれが限り菩薩だこれはねだから無限の深さなんだ合格不合格の話じゃない誰でも合格なんだ しかしながら誰も不合格だこれそれ完成するってことないんだただそれを狙うっていう話なんですねそこが開示誤入だこの前開っていうのは開示誤入の話もちょっとこの前も知ったけど開っていうのは 門でしょ門の門がこう立ってるそこにこう管がこれ閉めたらこれに対してこの手で持ってこれは手ですよね手で持ってこう管を開けるっていう意味でこれ開けるんだそれがこう貝の字の 元の形らしいねただ字っていうのはこのこれが机だその机の上にこう物がお供えしてあるそしてしかもこれをこう清めるためにこうあの水を水で清めるのか何で清めるのかしないからなんかこうかけてあれするんでそれで字っていうだからこれはもうはっきり お供えしてるっていう意味なんだからねはっきり見据えるっていう生命の実物をはっきり見据える生命の実物をまず開けてそして生命の実物をはっきり見据えてそして業っていうのはこれ立身念だそうでしょこっちは我
塗料は塗るとするっていう。そして乳っていうのはこれこういうふうに入ってくるっていうことなんだからね。これで回帰五乳、無限の生命の実物に深まっていくっていうのが乳の意味だ。だからこれもだから、決してお釈迦さんという他人の話としてこの開示五如手締めがためにこの世に出てきたんだってお釈迦さんの他人の話をしちゃダメと。自己の生命の実物、そしてこれ我々ね生きてるっていう限りはそういう生命の実物に向かうっていうね、さっき言ったこの羅針盤ですね、そういうふうに向かうっていうのがおのずからの生命力です。鎖がねこの今年の正月の年始上に私毎年その下手な詩書いてあるし、傷ついてもそれに耐え光に向かう草木のように自己純粋の生命力を拝みつつ、ただここ今を生き抜こうって高いしたね。結局ね、拝むって何を拝むのか、自己純粋の生命力、それを拝む。そしてそれを拝みつつ、ただここ今を生き抜くって、そういうことだ。だから本当にこれ光に向かう草木のようにってね、草木も生命力があって光に向かう、それと同じようには我々は、こうして生きてる中に1歳分の1の私は生きてるんだ、大体ね。しかしながらその1歳分の1の私はいつでも1歳分の1歳に深まるって、ね、そういう方向で生きていた。これは生命力、本来の生命力。いや本当にね、これあれですね、病気でもそうだと思うね、みんな各々せ、まあ私は肺病じゃみんな何ちっても子さんだからね。お医者さんがレントゲン取ってあれしたら、これは教科書の見本にし挿絵にしたいぐらいの立派な肺だって真っ黒なんだ。真っ黒でもってこうあっちこれは古い傷、これが新しい傷ですね。それでまああのあれしてるけれど、でもね、その肺病っつったら、まあ、戦争前は死ぬって決まってたわけだけど、死ぬって決まってるっていうと、もうね、それで抵抗力っていうか治癒力っていうかね、それがもう働かなくなっちゃうんだ。そういうふうに暗示かけちゃうからね。そうじゃない、それと別口にね、生命力を伸び伸びしてればね、治るっていう分があるんじゃないかと思うんだね。で、俺は病気だと言っていくら言ったってね、それは治りっこないもん。そうじゃない、伸び伸びと、とにかくこの生命力を拝みつつっていう時には治るもんなら治ると思う。いや、癌でもそうじゃないのかな。今は癌っていうともう死なって決まってるみたいに言うから、それだから死んじゃうから、安心かかっちゃうから、そうじゃない、それとは関係なしに、そのとにかく生命力を伸び伸びしてれば治る分もあるんじゃないですか。その点に、とにかく自分の中に働いてる生命力っていう、これはね、計り知れないものがあるんだから、いつでも拝みつつ生きていくべきだと思う。
それだけが標準でね。で、すでに知見をその、あればすでに、これ仏なんだ。要するに私がそういう生命の実物を生きていると同時に、だから生命の実物というのは我々の頭には考えられないほどもう強力な事実なんだからね、絶対事実なんだから、それを引っ張ってるもの、それに引っ張られて生きるというのは生命論だ。生命の実物に惹かれて生きる、それが本来の生命論、それが仏知見だ。だから、すでに知見をその、彼はすでにこれ仏なり、結局みんな我々誰でも彼でもそういう知見を備えてるんだから、そういう生命の実物に開示合流しようっていうね、力を持ってるんだから、それに惹かれる、それが、その、生命力、本来の生命力、彼はすでにこれ仏なりだ。だから本当は誰でも彼でも本来は仏さんなの。何時今まさに真ずべし、それを本当の意味で信じなくちゃいけない。みんなそういう事実を生きている、絶対事実を生きているんだけれど、それみんなはまた見失ってるもんね。その言葉ボケしてる、神識ボケしてる、生存ボケしてる、みんなボケになってる。それに対して信ずるっていうのはね、あ、そういうもんかって言ってね、あの作りを、あのこう一つの作り事をそう思い込もうっていうんじゃない。これ絶対事実、この絶対事実にただ深まっていくこと、頂上していくことね、深まり頂上する。だから平等大悦って言うけど、これ決して作り事言ってんじゃない。誰でも私はその全て私の生命体験という感じでは本当に平等なの。そこへ深まっていく、これはなかなか深まれないといったね、なかなか深まれなくてもそれでもただそれに向かうと言われていい。どこまでも合格不合格の話じゃないんだから、そこがいいところ。それで合格不合格じゃないんだからって、いやーやのやめとこうっていうの、それがそうじゃない、合格不合格じゃないから一生懸命だから。いや、私はまだあのこういう詩も作ったね。命、人はどうせねばならぬことはない、どうあってもいい、このどうあってもいい命を人は厳しく狙って生きればならない、それが命だからね。これもいい。いや本当にね、我々本来裸で生まれてきたんだ、下ろされていてもいいんだ、それとにかく下ろされててもいいのがなんとなしに、まあ、生まれてきて育っちゃった、だからどうしなきゃなんないことこれ、あの私は商人になってもよかったんだしね、あの政治家になってもよかったんだし、あるいは共産党員になってもよかったんだしね、どうしないとなんないことないんだもん。どうせ我々裸で生まれてきて裸で死んでるんでね、この間どうあったって、でどうあったっていいってことは、今の平等大義はね、どうあってもいいっていう、そういうことなんです。合格不合格じゃない、このどうあってもいいですね、そういう平等大義を人は厳しく狙って生きねばならない、それが大切だ。どうあってもいいから、じゃあもうどうもしないっていうか、どうあってもいいっていうことを厳しく狙う、それが命だから。
これが本当の本来の生命だ。これ誰の場合でもそうだね。私いつも思うんだけど、ザゼしてこれザゼしてて、うん、ともすると眠くなる。しかしこれそして眠りが弱くなると覚めたと思うと、またなんかこうこちょ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 考える。これで出直し出直しやってんだけれど、そのうち今度ようやっとこう考えが少し遠のいたと思うと、またそういう頼りないだぜ今我々やってる。しかしながらこれ日光の創業人だったらどうその考え起こした、あるいは眠くなったって、これでもう落っこっちゃうじゃん。それが誰でも落っこちないのがいいよ。どうあってもいいじゃん。どうあってもいい。そのどうあってもいいっていうところをいかにはっきり覚めて、しかし生き生きと狙うかっていうと、これが座禅なんだからね。この日光の操縦士とは分けちゃう。落ちないとたとえ考えようとしても居眠りしても落ちは絶対落ちはしない。しかしそれだからこそいよいよはっきりね狙おうっていうのが座禅です。まあ天蔵の場合でもそう、金もらって総理の天皇というのは金もらってこの料理してんじゃないんだとかね。だからどういうものを作ろうと構わないんだ。陸の口かまどのごとしだいたいこのウイスってのは腹減って腹減ってしょうがない。それで腹減ってしょうがないやつの飯食わせんだから、どんなんでももうガバガバッと食べちゃう。あれじゃあどうでもいいんだ。そうじゃない。そうじゃない。うんすぎて修行者はまた道義に、なぜにその実際の現生の仏様でもあるの。その現生の仏様のご供養する、この、お召し上がりになる食べ物を作るんだから、いよいよいいの孫と真心を込めた食事を作らなきゃならない。これが天井の役なの。これがあれですね、普通の料理人だったらまずいの作ったら、こんなで高いもの食えるかってね、作られたって下手なもの好きだ。そうでしょ。それが天蔵はそういうどうしなきゃなんないってことはない。ところでしかし最高にいいものを作ろうって狙う、これが天蔵だ。そういうのがね、本当の生命のある仕事なんですよ。金のためにやってんじゃないんだ。でつまり深い自己によってのこれからたくさん話が出てきますがね、そういう自己の生命に深まる話です。で常に知見をその彼は常にこれを解けない、何時今まさに真珠です。仏は仏の知見とはただ何時が自身になる。結局の話、仏の知見というのはね、その他人の話じゃない、お前自身のね一心だぞっていうね。で重ねて示す下に曰く、心迷えば法華に転ずられ、心悟れば法華を転ず、受することを久しきも己を諦めざれば義のために集結となる。無念の念はすなわち生なり、無念の念は宿なり、有無ともに消せざれば長く百合者ね漁船。要するにね、この心迷えば、そういうこの我々生命を実物を生きてる、それが迷う。そうすれば法華に転ぜられる。法華っていうのはそういう生命の花だ。
それに転ぜられるっていうのはね、このまま陰天っていうのが当たってるから。あらね。それに対して、真、悟れば法華を転ずっていうの場合は運転だ。まあ、そういう。本当に真が迷ったら、これはそういう生命の実物に引っ張られる。真が辿ったら、これは自由運転です。生命を自由運転する。で、受することを久しきも己を諦めざれば、そういうね、お経経はいいからたくさん読んでも、このこういう一切ぐるみを生きている我の生命の実力ですね。それを明らかにしないなら、義のために宗家となる。そういう義っていうのは意味、言葉の意味ですね。言葉の意味のために、頭の言葉っていうのは、言葉の意味っていうのは、頭で考えた先っぽの話だ。頭の先っぽの話だ。それでそれがアダムになる。で、無念の念はすなわち生涯。だから頭手放しにして出会う。この頭手放しで実物に出会うということが、これ生、さっき言ったように一物でとどまる、的中してる。で、無念の念は邪となる。頭で考えれば思いはどうせ顕著はずです。で、生むともにやれば、消せざれば、長く役御者に寄せん。いや、悟った、迷ったって言ったら、これもう分別の話だもん、本当は。それから、あるとないと。これがね、どうせ分別した以後の話。本当の生命の実物は、生む、あるいは生者、超えてる分別以前なんだから、それを生むともに消せざれば、計らわなければ、長く略語者に寄せるというのね、生命の実物っていうのはね、この略語者の話は、もう、この後に出てくるからあれしますが、とにかく生命の実物を生きる。生じは自己の多い命だから。どうせこれは法達、すなわち下を聞いて重ねて、そにもまあ今言った話、それを六祖大師が法達に言って聞かせたわけなんだ。法達まだわからないんだね。で、長寿は初代将軍内史菩薩、皆人士百両するに仏知はやることあたわ、今文句をしてただし自身を悟らしめん、すなわち仏の知見と名付け、上根にあらずよりは義母を免れがたい。いや、お経にも書いてありますが、初代将軍の、まあ、仏さん の、 お弟子たちね、菩薩たちも一生懸命に人士百両というか考えて測って、そういう大菩薩たち、大将軍たちが考えてせらいも仏知測ることあたわず。それなのに今文句である私に向かって、その自己の生命の実物って、それを悟ることが仏の知見だって言われても、よっぽど上根の人でなきゃそれはわからない、疑うだろうし、そしるでしょうって、こういうね。で、また教
공원이 산샤 어떻군니 날고샤도 명고샤도 이가나를 부대스카라 내가 구하고쇼 나타비 샌제스오 다베는 것도 사례마다네 오교지만에 산샤의 하나씩 안되겠습니다. 날고샤도 명고샤도 도유 지가야 하는데쇼 고쇼 나타비 샌제스오 다베는 것도 教えていただきたい。これはね、その、教員三者を特にっていうのは、法華経の9本大三義に出てくる話。これはある町にね、大長者がいた。これは大きなね、皇大な邸宅に住んでいた。 そしてそんな中にたくさんの人、いや、たくさんの子供がいた。ところが、大きな邸宅で、ある時ね、その邸宅の中、火が起こって、ボンボン燃え始めたのね。これがあんまりひどいもんだから、そこに遊んでる子供たちね、まあ、子供って書いてあるけど、そこに、 その長者の子供なのかどうか知らないけど、まあ、たくさんいたらしい。その長者の子供たちは、その、手内で持って、おもちゃ持って遊んでてですね、早く自分の帰りだから早く外へ出ようって言って、いくら言ってもね、あの、今遊んでるのが面白くて、長者の言う言葉は聞かないわけね。 これはまあ、今の、この、シャバ世界もそうじゃない。三階は固くっていうのはそういうことからっていうか、この世の中はもう、火のついた、固くなんだ。それで、この、お釈迦さんが、長者、こんなね、危なっかしい、もう火がついてもいる三階の固く、からね、外へ出なくちゃいけない。一生懸命、声をからして行ってんだけれど、 あんなことはないね。こんな面白い、世の中って、シャバ世界あれしない。みんな、無邪気だからね。もう、外に出ようとしない。それでね、今度は長者の、長者がね、まあ、お前たち外へ出やね。その外には、まあ、ロジって書いてあるけど、またロジって言葉が、 その次に出てくるんでしょうね。その、外には、その、洋六五の車、羊の車、羊の車、鹿の車、牛の車があると。面白いぞ。外へ出たらそれを、 お前たちにやるから早く出ろって言ったんだよ。で、これはまあ、今、三代、こうが固くでしょ。で、お釈迦さんが、その、将軍の人にはね、その、羊の車をやる。それから、円楽の人には鹿の車をやる。菩薩には牛の車をやる。って、そういう意味で言っていたことになった。で、 ところが、この、シャバ世界の無邪気な人たちは、外へ出れば、そういう面白いのがあるんだ、っていうんで、わーってみんな外へ出てきた。そしたところ、外へ出てみたら、羊の車も鹿の車もね、牛の車もない。それで、長者にね、私たちね、早くね、 羊の車ください、鹿の車ください、牛の車ください、みんなって言ってるわけね。そうしたら、この長者は、この大きなね、大逆誤射。その、子供たちに、 羊や鹿や牛の車くれないで、それこそ立派なね、大きなね、大落語者をくれた。
そういうんで、そういう話が9本に出てる。ところが、それで今、問題はそれですね。また今日に三者を特に、第五者と略語者といかなる区別かわからん。これ、羊と鹿と牛の車でしょ。それこの牛の車と、このたった一つの大きな大略語者ですね。もう立派な白い牛が引いてる、この大略語者っていうと、その牛の車と同じなんでしょうか、違うんでしょうか。つまんねえことも思われてきたんです。願わくは保証を再び戦絶をためんこと。そうじゃなく、脅威は明らかない。いや、この法華経っていうね、お経から言ったら、もうそんなことははっきりしてる。何時おのずから礼拝する。諸三乗人の仏知を図ることを与わざる煩いは卓上にあるなり、たとえ彼ら銀子愚水子ともふざた不要にならん。この正門とか円覚とか菩薩とかっていうのが、それが三乗人ですね。この人たちが本当の仏さんの心がわからないっていうのはね、卓上にあるのに、いろいろこう考えて測るから、そりゃそうだ。これ生命の実物の話なんだ。自己の生命の実物の話。ところがそうじゃない、その考えちゃったら頭の先、この話になる。あれで他人の話になっちゃう。で、たとえ彼ら人死物理すとも、ただ懸念女いくら考えたって、そのはるかに遠い、ね、仏やもの文句のために説くのみない、仏のために説かざるない。大体仏さんちゅうのはね、文句のために説けばこそ、この分別して、この鹿とか牛とか、ある羊とかってね、分別して、あの各々にしたね。ところが、その本当の仏さんの中身そのものはって言ったら、生命の実物なんだからね、無にある無産なんだ。で、仏のためにとかなるない、この理を信ずることをにして退席すとも、それでわからないって言っても帰っていっちゃう、そういうあの人が、お釈迦さんが法華経の話を始めたらね、もう、まあ、お釈迦さんはその 魔説を、今日はどういう感じか、お釈迦さんは魔説を解き始めた、あれはボケたんだってそれで立っていっちゃった人らしい。そしたらお釈迦さんが言うのに、大役敬意ってね、知り得もまだよし、これまあ出てきます、ね、方便なんでね。で、これはしょうがない、あの大人の話なんだから、大人の話ですよね。子供はわからないんで、これ書いてちゃうしょうがない。で、ことに知らず落語者に出しながら、さらに門限にして三者を求めること。大体我々ね、さっきもことに強調して言ったでしょ、我々事実として誰でも彼でも生命の実物にしてる。ことにだから、大体落語者に本当はもう住んでるんだ。それなのに外に向かって何かを、その何かこういいものですね、こうしたらそのもっと偉くなるんじゃなかろうか、こうしたらもっと丈夫になるんじゃなかろうかって、まあしゃばってみんなそれだけなんです。事故のうちに
自己がもう生命の実物を生きてんだとは知らないで、それとは別々口にね、なんか誰したら、いい悟り開くんじゃなかろうか、もっと体丈夫になるんじゃなかろうかって予測事を求めて、でさらに文言にして三者を求むこと、経文明らかに何時に書いている無二悪無三と、本当に二もない三もない生命の実物を事実生きてるんだということね。何時いかがなとらざる三者はこれってなる、この要録語のね三者っていうの、これはまあシャバ実今この世の中さ、その子供ばっかりなんだからね、それでもって初めから生命の実物が生きてから、だからもうおのおのの生命の実物を深めて生きていきゃいいんだって、そんなこと言っても分かんないんだね。しょうがないから、お釈迦さんはまず外へ出ろ、そしたらあのいい悟りもあるぞ、あのパッとねひらめくようなこともあるぞって、そんなことは言うわけだけど、外へ出てみたら、それは三者はこれ毛なん、仮にもう方便としてそう言っただけ、責任になるがいいんだよ。これはあのなんとか固くから引き出そうっていうね、ために昔の話、本来一条はこれ実ない、生命の実物なんて根治になるわけ、だからもう誰でも彼でも生命の実物事実生きてる、ただ残留をして手をばっことした、これ仮のものは過去だ、実をばっきとせしむ、本当に実物に帰らなくちゃ、それが実機実に帰るとね、あるいは奇妙だ、記述するには実は 名もあらず何あらず、これ実物ってのは名じゃないんです。この第一道路に庄司は名の宮、名字の宮って実なしって書いてあるね、生きたり死んだりするのはね、この名前だけの話、本当は生命の実物としては庄司、庄と死と分かれる以前の実物だけがあるんだ。で、知るべし職は皆人望はない、ことごとく何人に回す、もう生命の実物っていうとこから言ったらね、これが人望ですね、その生命そのものを一番大事にしなきゃならない、でそれはことごとく何人に残す、ただ事故が事故に深まるだけで何時において十分ない、だからね、どうなりとも自己の生命の実物を思ったように、どうなりとも用いたいように用いたらいい、でさらに不相ならず、ね、これは新日本に不死の話が出てくるけれど、この結局ね、これは親父さんのね、財産なんだから、これ用いたらその叱られるんじゃなかろうかって、まあ今時そういう息子はいないね親父の財産ひったくってのも十分ですから昔 のあれはそうじゃなかったらしいね。でさらに不相ならず、また思想ならず、これ俺は部屋住みだからそれで悲願でる、そういうんじゃない、また有相なしといえども、これは法華経と名付くじゃない、ああ資料で用いるんだなって言っていたらもう肌肌になる、すでに脳症が立つ、そうじゃない、自動車運転でもそういう一切手放しのところで行かなきゃ、でね、
有すもなしと言えでもこれは法華経となるくらいそういうところに本当の生命が開花する。すべて自己の生命の実物、これをそれを生きてんだ、それをもう俺が自由に本当に生きるんだ、さっき言ったどうあってもいいっていうところを本当に狙わなきゃ。 その時に法華経の生命の花が開花する。で、甲より甲に至り、昼より夜に至るまで、手から噛むも解かず慣れども、10年にあらざる時がなしなし。だから、そういう生命の実物に向かって本当に狙って生きる。ね、その時にね、法華経の本を解かなくても、それからまた法華経を一生懸命ごちゃ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 ね読まなくても、それでもその本当の法華経を読んだということだということだね。法達すでに啓発を被って威楽感激して要停止三死している。 成就三千部、宗慶の一句にも成就すること三千年も読んだよ。それでも分かんなかった。それが宗慶の、宗慶大師の、六祖大師の言葉で、初めて坊主。今が出世の胸を諦めるまま何度より随所の今日をやめる。本当にね、そういう生命の実物、いわゆるシャバー的な考え方じゃない。本当の生命の実物、それが出世だ。それを諦めなかったらどうせ流転輪廻を繰り返す。類焼の経をやめ、何度類焼の経をやめ、養禄を仮にも送るも初中後よくあぐる。羊の車、鹿の車、牛の車って言ったね。 それはまあそういうふうに、証文のためには羊の車、円覚のためには鹿の車、菩薩のためには牛の車、こう分けて書かれているんだけど、そういうのが初中語、よくある。初めも中も後も非常によく書かれている。金貸しの竹の浮き、 元これ法中の王、誰でも俺は家督の中に住んでんだと思ってる。そうじゃない、本当は法中の王なんだってね。誰も知らないけど、本当は我々生命の実物を生きてることには間違いない、法中の王だ。こういうこと、この言を呈するに相違は 南京僧と名付けつです。いや、お前は初めてお経を読む人間になった。だから、南京僧と名付けつ。法達禅師の世を経に、半年人間格のごとし、末教と生まれてきた。で、来月は、圧巻学の読解は、